ピシャニ幻想大陸オーレリア88から90枠目、黒金さんいらっしゃい。どうかな、今日エンディングに行けるかな。和骨です。よちべえさんいらっしゃい。和骨です。オーレリアなのです。スズナさんいらっしゃい。オーレリアなのです。まあパラレンスの村からちょっとはるばる行かないといけないんだよね。パリカールシリーズが手に入ったんで。10万石さん、バーストさん、8個目さんいらっしゃい。吉兵衛さんありがとうございます。ここからちょっと長いこと歩きになりますね。よっしゃよっしゃ。ガンの道でいいのかな。和骨10個目さんいらっしゃい。和骨です。12個目さんいらっしゃい。よっしゃよっしゃ。テン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 よし。ね、バッファルティオね。よし。よし。ヨッシーさんいらっしゃい。あ、違った、ここじゃない。こんにちは。森さんが一番さんいらっしゃい。こっちからあれに行っちゃいけないんだね。間違いだね。ここからじゃなくて、森さんが一番さん、16個目さんいらっしゃい。昨日の破タイムシフトで見ましたが、最強武器が揃ったみたいですね。もう最強武器がね、揃いましたね。あとなんか聖剣オーレリアとかあるんじゃなかったっけ。ブラックで、ブラックは最強なんだって聞いてた。一旦ビューゲル城行くんだっけ。ビューゲル城に、ビューゲル城経由で行かないと。あ、違う違う、ビューゲル城経由じゃないね。トローゼか、トローゼ経由で行かないとあっち側回り込めないんかな。また雨がひどくなってきた。どうなってんのこれ。雨やんだと思ったらね、トローゼの、ね、ここからもうバッファル帝国行ってんのかな。こっちのバッファル帝国は、まあこれでいいんだね。この鳥がいるところが、鳥がいるところからバッファル帝国行って、それで、なんだっけ、あっちの方から回り込んで、行くと。でげてん。和骨です。19個目さんいらっしゃい。一旦ツエッペ行って、和骨です。20個目さんいらっしゃい。スエッペに行って赤羽を通り抜けて、ワコレリア、サンチさんいらっしゃい。でルーズランド方面から侵入と。最強装備が揃っても無駄なのが一人紛れてるので困りますね。チェーンジカール、てってれってん。濡れまくり。子供はさっき珍しく昼間なのに起きてきたから慌てて逃げてきた。ルーズランド。
このルーズランドに足を踏み入れた外国人は貴様が初めてだ。よくここまで来た。きっと大変な冒険を繰り返してきたのだろう。だが世の中には知らなくていいことがある。いや、知ってはならないことがある。帰るのだ。そしてここで見た全てのことを忘れるがいい。今ならばまだ間に合う。なんだこの、頼む、帰ってくれ。帰ります。あ、ここでね、あ、ここであれだったね。わ、思い出した、パリカールさんの、パリカールさんの装備だったの。風里式さんが言うね。宿屋、帰ってくれウルトラマン。風の吹き抜ける音がする。これ宿屋行けるんじゃないの。違うの、いや、宿って書いてるね。どこから入れるのかね。ここに宿があったらいいんだけど。頼むラックス、帰ってくれ。帰ってくれ。突然ですが、私はザクス国ステファン様の配下のヨハンというものです。実はこの町に忍び込んだまでは良かったんですが、城へ入る術がわからないんです。3年 B 組ドンパチ先生さん、いらっしゃい。噂ではどうやらこの町から城の中へ通じる通路があるらしいんです。その入り口がこの町のどこかにあるはずなんですが、一体どこでしょうか。あ、さっきのとこだろ。いやね、君は声がでかいな。他のやつに聞こえたらどうする。すいません、こればっかりは生来のものですので。私はステファン様に先駆けて偵察にやってきたのです。いわば隠密なのです。隠密が隠密に向いてないな。物音が全く聞こえない。伝わりとでかくてビビりました。ここにあるね、これじゃないの。だから声がでかい。おっさん、そこをどいてくれないか。なぜそんなこと。正面からはバッファル城へ入れなかった。なら裏から入ろうと思ってね。ルーズランドに隠された秘密の入り口、私たちが見たところここ以外に考えられないのよ。戦うか、引くか、どちらを望む。わかった、通るがいい。お、わちが通路なんてだ。あら、敵じゃない。俺たちの命はギア隊長に預けている。隊長がやられても俺は逃げないぜ。ギア隊長、ザクスへ出かけたバイセン将軍とフォルク隊長はどうなったんだろうか。まさか。名前は言われてもちょっとわかんないね。なんか倒した やつかもしれないな。大変だ大変だ。俺たちの命はギア隊長に逃げられてる。あら、こっちからあるな。どっかの隊長と違って人望がある。人望がある隊長。ああ、次は俺たちの番だな、番なんだな。生きて帰れる保証はないんだな。大変だ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 。これは入ってもいいの。入れない、いけないの。いけないとこ、いけないだね。和骨です。33個目されちゃう。俺たちの命は同じだね。大変だ大変だ。同じだね。そうです、私も大家さんですとかいうなんか CM があったよ。大変だ大変だ。いいおまんま食えて、お頭付きのタイが食えて、それなのもみんな大家さんになってるおかげだみたいな。そうなんです、私も大家さんです。おっと、へへ、来やがったな化け物どもめ。あ、失礼なやつ、なんてこと言うのよ。俺たちのどこが化け物だって言うんだ。
バイゼン様やハーケン様を倒すほどの奴らは化け物以外の何者でもないだろうが。俺の名はギア、バッファル軍の特攻隊長た俺のことだ。あんまり隊長っぽくないで、なんかもう一人いるやん。んで、もう一人はかかってこないの。あ、割とでも ダメージは食らってる。まだだ。俺の最後の技を食らえ。早く扉を閉めろ。何？閉ざされた城への入り口は冷たい地下道に静寂を呼び戻し、その鋼鉄の扉は二度とは開かなかった。何？最後の力で扉を閉めさせるとは、なんてやつだ、恐るべしギア隊長。でもここになんか下に降りる階段があるね。降りられないの？これ降りられない？階段じゃないの？これ降りられないな。こっち降りられる。こっちから来たのか。まあ兵士がいなくなってる。いなくなってるで、ん、どうするんだ。またいや、どうやらないな、ここ。回復がちょっと。あ、ラックさん、大変です。バッファル兵は皆慌てて城の方へ。きっと城で何か大変なことがあったに違いありません。早く急いでください。あ、もうクリスタル城が現れてしまう。その前に俺、回復したいんだ。まあ、じゃあ別の町行くしかないのか。ツェッペの道で、ツェッペで回復しよう。ツェッペの町。何度用かの高いな、2000円セーブ OK。 じゃあ今度城から普通に正面突破できるのかな。正面突破だ、ルーグランド方面。バッファル城方面でいいのかな。あ、入れた、バッファル城。何よこれ。おい、ラックスさん、こいつらみんなバッファル兵だぜ。これは一体ここで何があったというんだ。何か強大な力を持つ者がいるようだな。敵か味方かは定かではないが。まさかあいつらが来るなんて。おい、しっかりしろ。あいつらって誰だ。ダメだ、もう息をしていない。屍のようだ。俺たちが全滅だと信じられん。100の仲間があっという間に数人に。死んだぞ、みんな死んだんだ。俺の仲間がみんな。カール、行こう。ああ、死んだ、死んだ、
死んだ死んだあ死んだ。じゃあ行こうか。こんにちは。なんか鬱な場面で投影されてるね。お城のなんだ、どうし打ちがあったのか何なんだ。なんか復活したから、なんか誰か封印を解いたから、なんか化け物が出てきたとかいうあれなのかな。また誰か来たのか。もう好きにしてくれよ。俺はもう死んねえからな。戦う気がまるでないな。バファル帝国は降伏してしまったのか。バカ言ってんじゃねえよ。アルベルト総統がそんなやわな玉かよ。しかしこのありさまはどう見ても絶望的だが、何があったって言うんだ。うん、確かに俺たち、あれ何これ、これバファル戦兵の今のこの兵士のセリフなのか。俺たちバファルマ戦士軍団は全滅だろうさ。あいつらのせいでよ。だがな、総統は倒せんぞ。未だかつて総統の幻魔法が破られたことはねえんだ。たとえあいつらがまとめてかかったって倒せやしないさ。あのアルベルト総統だけはな。フラグ衆が、フラグ衆が、もうこっちはもう鏡持ってるから、お前たちが、お前たちか、ウィール村の生き残りっていうのは。それじゃあいよいよパーティーの幕開けだな。今回のパーティーのメインゲストはお前たちだ。そして会場となるのはここバッファル城。ああ、相当がお待ちかねだ。血の杯と肉の料理でもてなしてくださることだろう。進むがいい。そして自分の目で見るのだ。己の魂が地獄の豪華に焼き尽くされる姿をな。お互いこれが最後の望みをかけた戦いだ。俺は手出しをせんから存分に楽しむがいいってな。ただの兵士がもうお前手出しをせんっていうよりできないんだろ。もう偉そうだな、全く。あ、これもいいじゃん。ドミニク、ダブル、君も来てくれたのか。いや、そう、正直言って僕は迷ってたんだ。初めてケンさんに誘われた時はね、バッファルに恨みがあったけど、結果としてあなたたちに協力するのが嫌だったんだ。あなたたちがどんなに正しくても僕の兄貴を殺したことに変わりはない。だけどディケンさんが言ったんだ、シャルロッテ様が亡くなられたのは運命だ。でもビクトリア様が生き延び、ビクトリア様が生き延びられたのはラックスさんのあなたたちのおかげだって。いいこと言うぜあのおっさん。僕は戦うことでしか借りを返せない。でも勘違いしないでほしい。僕にだって時代の動向を見る目はあるってことを。ああ、分かっているさ。考えてみると不思議なものだね。僕らは自分の意思で動いているはずなのに、気がつくと初めから定められた運命の道を歩いているに過ぎない。ただの道化師だった。はい、49号目さんで、お、なんか宝箱ある。ホワイツを手に入れました。てってれってーん、ホワイツ。これなんかマリちゃん取りできるんだよね。570。パチパチパチ。ホワイツ。ん ?240 に減った?減ったじゃん。ホワイト弱いね。あ、でも、魔力が上がったりするね。待って。240。5?4 パッパー。もう変わらないね。魔力も変わらないね。何か上がったのかね。ここにあるからには、なんか、それなりのいい剣じゃないの。魔法の威力が上がるとかがね、他の人装備できないよね。装備できないね。マリちゃん専用だから、なんか、魔力が、魔法の威力が上がるとかかな。ホワイトってったらってん、ということはこっちが正規ルートかな。あっちが、あっちになんか宝箱があるかもしれない。あっち負けだ。こっち行けなかった。こっちに階段があったよね。お、誰かいた。君はステファン、ステファンじゃないか。どうしてここに。私がここにいるので驚いたようですわね。どうしてここにいるかです。え、来ないわけはありませんわ。私はザクスの将軍ですのよ。ステファン、本当のところはディケンさんから話を伺いましたの。バッファルの力を読めるのは今だって。それにバッファルを除く他の四国が、四国が協力し合って戦うなんて初めてのことですわ。きっと新しい時代の幕開きが近づいているのですわね。さあ
ザクは任せてくださらない？最後のケリをつけるのはあなたしかいないのですから。ああ、やつらってみんな他の4国のことだったのか。他の4国の将軍さんが今まで。ありがとうステファン、きっと帰ってくるよ。なるほどね。でもここラックスのあの何アイテムがバリア破ってるのにこの人たちいつの間にどっから侵入したんだ。ソロモンの指輪を手に入れました。てってれってん。ソロモンの指輪みんな装備できるのこれ。専用装備とかじゃない、みんな装備できるな。パチパチパチ。ありがとうございます。ソロモン指輪って攻撃力上がるんだっけ？魔法攻撃やアポロが4パッパーから。お、54パー。マリちゃん、多分これは、怖いと思うけど、おそらく魔力が、魔法の威力が上がるに違いない。パラメーターは変わってないけど。涙さんがありです。ソロモン、ブロックを出したり消したりするんですかね？それはジパンかな？めっちゃ長い槍ですね、和骨。音楽室の亡霊さんいらっしゃい。この槍が、このリーチの長さが、カール君がいいところね。お前たち。一体どんな剣で相当と戦うつもりだ？ヤコブか？フィリップか？どんな剣を持ってこようが、相当の剣魔法を打ち破ることはできんぞ！絶対にな！この城にあるホワイトソード。フィリップが生涯ただ一人愛した剣、女のために作った名剣だ。青、さっき手に入れたやつ。女性にしか扱うことができないその剣は、攻撃力は低いが、絶大な生命力吸収能力がある。そのホワイトソードを持ってしても相当を倒すことはできないんだ。あ、生命力吸収能力あるんだね、攻撃力低いからに。なるほど、ブラッディーソードみたいな。なるほど、これは槍ですね。これはね、無限の槍、夢幻の槍ですよ。この戦いの終わりには一体何があるというのだろうか。俺たちは何のために傷つけられてボロボロになってもなお戦い続けるのだろうか。誰もが平和を望んでいる。この戦いの終わりには平和があると信じて今も戦っている。こんな時代に生まれてきた俺たちは不幸だったんだな。今度生まれ変わる時はきっと安らかな時代に。ナムー。メインの階段があるな。こっちがいいルートな感じですね。あ、こっち行けるな。こんにちは。はい、66個目線でしょ。哀れな、事件よ。お前はそれでいいのか。俺は敗れたが、バッファルもおしまいだ。他の四国、すべてが敵だぞ。クリスタル城破壊には、ウィルヘルムたちが向かっている。水作戦は阻止されるのだ。おう、クリスタル城に続く道は一部の者しか知らんというの。果たしてうまくいくかな。いけるさ、きっと。セサル、お前ならわかるだろう。俺がここで死ぬわけが。ああ。セサル、ルーノ・ビヒン様を頼んだ。さらば魔将軍事件。さあ来いコワッパー、共に力の限り戦わん。ふわなんだ、いててちょっといいのかってか、いいのか、チェーン。
ンジマリーデッタレッテン。トンネルとは卑怯だぞ。聞かない、健康費使えよ。チェンジセサルデッタレッテン。いてててて、ゴリ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 ラックスでテレッテン。おらら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 。おららら。やはり強いな。ラックスの削り強い。このまま戦えばわしは死ぬだろう。だがその前にウィール村事件についてわしの知っていることを教えてやろう。さすが主人公、最後にね評判を取り戻す。なんだと？本当か？わしは討伐隊の隊長だった。わし一人が本当のことを知っている。そうか。前に事件が言ってたぜ。隊長なら事件の真相を知ってるだろうってよ。なら、聞かせてもらおうか。わしが直接話を聞いたのは、アルベルト様からだ。だが事の起こりは、ゲーオルク様の予言だったそうだ。それは近いうちにウィール村の人間がアインザーム、ビューゲル、バッファルの三国を滅ぼすというものだった。それを聞いたアルベルト総統が一つの解決策を講じたのだ。ウィール村の人間を皆殺しにしろと。だがバッファルだけが明るみに出るのはまずい。他の国々にも責任を負わせようと。その手段が逆賊討伐隊か。そうだ。しかしわし以外の討伐隊員に罪はない。皆何も知らなかったのだ。ミゲル、ドミンゴ、カルロスと事件か。みんな死んじまったな。そういえばカルロスはバッファルと取引してたみたいだけど、初めからだったのかしら。いや、事件の後、レオナルド様に脅迫されたのだ。あいつもかわいそうなやつだったんだな。あ、しまった、逃げる気よ、ビルト。わしは今、生まれて初めて後悔の念に駆られた。蹴りはつける。あ、逃げるんだ。ふわー、実機上、あの野郎うまいこと言って初めから逃げるつもりだったんだな。あ、帰ってきたわよ。帰ってきた。忘れ物かな。あれ、違う人は、いや、違う、お前はレオナルド。どうしたラックス、顔色が悪いぞ。こんな時に。心配するなラックス、俺はお前の味方だ。ん？ウィール村の人々には本当に気の毒なことをした。え？俺もバッファルの最高幹部の一人として心から詫びる。調子のいいことを言うな。今さら取り繕っても俺の気持ちは変わらんぞ。まあ待て、何もこのまま手ぶらで国へ帰れと言ってるわけじゃない。お前の目的はウィール村事件の首謀者に復讐することだろう。だったらアルベルト総統を殺すのは間違いだ。アルベルト総統が討伐隊を発動した直接の原因はゲーオルクにあるんだ。ゲーオルクの奴が総統をそそのかし、その罪のすべてをかぶせようとしているんだ。ゲーオルクの予言があったというのはビルトも言っていたが、まさか討伐隊までをも。そうだ。だから我々としてもゲーオルクの首だけでもお前に捧げようと思ったわけだ。しかしまだ迷っているのか。その体では十分に奴と戦えまい。俺が治してやろう。あ、なんと親切な。いいな、ゲーオルクの首一つでことを収めてくれよ。てってれってん。あ、治ってる。自分でやらんかい。ピンピンだ。で、こっちがじゃあ正規ルートってことは、ちょっと待ってね。あっちの下の階段の横の方は行ってないよね。ちょっとこっちを、宝箱が最後のダンジョンだから
いい宝箱が、あるに違いない、違いない。なかった？こっちから来たんだよね。あ、違うね。あれ？なんか、兵士がいなかったっけ？いや、違うな。ここじゃないのか。あ、まだ間違った。この上は行ってないのかな？この上行ってないの？ちょっと待って。どういう。道順がなんか、あ、平次がいるのに見えた。あ、これ一番のとこだね。あ、なんかここから来たんだ。いや、手前の階段上がってないのか。階段行ってないってことね。同じなのか。あ、こっちと合流するんだね。だからね。分かった分かった分かった。あ、なんかでも、いや、待て、敵が出たぞ。あ、さっきここが倒したとこは。いや、もう何か。いや、この下は。敵が出る。出て。ここで最後のレベル上げになるのか。硬いね、ザコだけど。一発で街に帰れるアイテム欲しいね、これね。ザコでももうヒットポイントうちより多いじゃん。もう2040で、向こう7200もあるじゃん、ザコは。経験値いくらもらえるの？経験値結構もらえる。ここまで来れたということは、ビルトは死んだのですかな。なるほどなるほど。あなた方はかなりの力を持っておられるようですな。ゲオルク様が惚れ込むのも無理はない。なんだって？気色の悪いこと言うんじゃねえぜ。本当ですよ。だからツエッペでもあなた方が楽なようにネクロマンサーを始末した。しかし個人的にはいささか遺憾でしたよ。ネクロマンサーは私の一番の部下でしたからね。借りは返させてもらいますよ。え？弱いくせに気軽んじゃねえよ。分かってるぜ、お前の実力は。確かに正直言って私の力などビルトの足元にも及びはしません。がしかし、こんな話を聞いたことはありませんか？かつてアインザームの地で空間の歪みに封じ込まれた魔将軍たちの話を。ねえ。無限の無の中をさまよい続け、朽ち果てるがいいわ。そのうちゴッドブレスコの水も枯れる。すべては終わるのだ。おりゃ。電脳戦士始まった。
なにくそー、このくそ忙しい時にまた飛ばされちまったぜ。あのハゲ野郎絶対許すまじ。相当頭に来てるよね。タルビだ、あいつには前に魔法食らったのを俺は忘れてないぜ。しかしそんなことよりもここからどうやって抜け出すかが問題だな。あの三兄弟がまだ封印されてんじゃないの、あれ。サンバカトリオがいたような。あ、いた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 、来たな。今度こそ僕たちの力を思い知らせてやるぞ。レオ三兄弟か。そうだ、僕たちがお前みたいな弱いやつに負けるはずはないんだ。おお、怖い。情緒不安定なガキのくせして生地力があるだけにすげえ自信過剰になってやがる。今まで誰にも負けたことなんかなかったのに。へっ、みんな殺してやるぞ。いてててて、いてててやめろっつ。チェーンバリ、あ、効かないじゃん。チェーンにセサル、てったれってん。ほら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 。なんだなんだ、あ、なんか合体して、合体しようった。あー、セサール、てってれってん。チェーンジラックス、うぅ、回復するか。チェーンジカーってってれってんのからのファンファン。出てて、あ、ベベベベ、チェーンジラックス、テッテレッテン、チェーンジじゃなくてアイテム使う、ファンファンラックス。なかなか強い。トゥトゥリャ、なかなか痛い。あー、また負けちゃったよ。したくしょうがねえな、もう。ワン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 、回復してちょ。あ、ビルヘルムさん。ヘルマンのやつにやられたんじゃな。わしが気づかんかったら永遠に出られんかったところじゃぞ。ソフィー、早くヘルマンが逃げるわ。別れを惜しんでる暇もなさそうね。バイバイ。あ、あ、言ってしもうたが、みんなそれぞれ輝いておるわ。急がんでもよい。ゴッドブレスコの水が引けるまではまだ時間がある。わしは今までクリスタル城に続く悪空間道の入り口を探しておったが、どうしても見つからんかった。もしかしたら水が引けるまではどうしようもないのかもしれん。じゃがそれからではどう急いでも手遅れじゃ。もう晩酌尽きたのじゃよ。せめて悔いだけは残さんよ。お主らは行くがいいわ。どんな苦しいことがあろうと決して振り向くでないぞ。振り向かないことさ。わしも逃げはせん。このままここで時の過ぎゆくままに身を任せておこう。クリスタル城の現れる様を眺めながらの。ちょっと一旦帰らないと、セサル君死んじゃった。ちょっと一旦戻ろう。すいません、あの、俺戻りたいんですけど。戻れない。まさか。しまった、セサルを変えてしまった。回復もできない。一旦 CM できない。逃げはせん、逃がさん、逃がさん。あ、ゲオルクだ。信じられんやつらだ。わしの魔戦士軍団を打ち破ってここまで来よったのか。ラックスよ、お前に罪の意識はないのか。お前は我らの予言通り各国を荒らし、その上我がバッファル帝国までをも滅ぼそうといいのか。
うが抜けてるね。滅ぼそうといいのか。わらわら。まったくその通りでございましょう。こやつらこそ人道に反する凶悪な殺人鬼集団に他なりません。私の恐れていたネズミがついに竜の頭まで登ってきたのでしょうが、ひ弱な動物によくあることです。少しばかり強くなったがために己が全てのごとく錯覚するのは。どの口が言うな。そもそもお前がウィール村全滅しなかったらここまで来なかったんだよ。まったく予言通りになったで、お前がこっちもしてないんだよ。それで予言通りになったと言ってましょう。お前らのせいだろこれ。相当、あー、閣下はそこでゆっくりとご覧ください。相当いるんだ。さっき一番最初のセリフなんかおかしいなと思ったら相当のセリフだったんだね、あれは。相当の姿も書いとけばいいのに。何言ってんだ。それを回避するのがお前の仕事だったんちゃうんかい。全てはお前が先犯なのだよ。そこでゆっくりとご覧ください。ウィール村の生き残りが死に絶える様を。待て、ケイオル君、俺にはまだわからないことがあるんだ。なんじゃ。最後の頼みとあらば答えてやらんでもないぞ。死んだフランツさんが言ってたんだ。俺たちはイッティの剣だ。どこかの誰かがこの剣を振った。過去に俺たちを助け記憶を消されたフランツさんが仲間を裏切ってまで仕えた人物は誰なんだ。主は覚えておらんのか、ラックス君。なぜ俺の名を。よく思い出してみるんじゃ。あの時主はグレゴリーに抱かれておったはずじゃ。そこから何が見えた。幼いフランツがおったの。その隣にいた人物、しわがれた手でフランツの手を握っておったのはお前か。コッコッコーコッコッコッ。そうじゃ、よく思い出してくれたの。わしは鶏なのか。ただ主は一つだけ勘違いをしておる。フランツはわしに対する忠誠心など毛ほども持っておらんかったわ。バカな。あの人が金か何かの欲望のために動いたっていうのか。いやいや、やつはそんな安っぽい男ではなかったわ。頑固な男じゃった。まあ、一文字に唇を結んだまま首を振り寄ったので、わしも仕方なく奴の潜在意識の中に魔法で植え付けたんじゃよ。わしに対して絶対服従であるようにな。貴様、このやつ俺は絶対許せねえ。あ、許さねえ。卑怯よ、魔法で人を操るなんて。何のためにそこまでする。貴様は人か悪魔か。何のために。決まっておるわ。アルベルト相当を思えばこそじゃよ。どちらにしろ主らもこのままでは収まりがつかんじゃろう。来るがいい。かつて最強と言われたこのゲオルクが主のカルマを断ち切ってやるわ。ちょっと待ってくれ。チェンジカールってってれってー。ちょっとからのファンファンカールってってれってー。あ、若くなった。あ、でも弱い。当たらないじゃん、しゃがんでれば。勝った。弱い。これなら。あ、だだだだ、ちょっと、いてツンツンで。背が高くなったばっかりに。近づけばい。近づけばい。近づけばい。その力じゃ。わしが15年前に見た姿はまさにアシュラそのもの。いや、俺あの15年前にあなたと会ってないカールですけど。俺カールだけど15年前に拾われたあのやつじゃないんだけど、全てはその力のために。レオナルド、先に地獄で待っておるぞ。
ふう、やれやれ。ゲオルグさんの命で手を打ってくれとか言ってたけど。ゲオルクは死んだか。どうだ、奴の死体はどこだ。骨も残さず消滅してしまったんだな。死んだんだ、奴は死んだんだ。ラックさん、こいつ危ないんじゃねえのか。ねえ、自分の部下が死んで何喜んでいるのかしら。アルベルト、何がそんなにおかしい。己の犯した罪の重さに気づいて気でも触れたか。何を言うか、こんなに嬉しいことはないぞ。俺は昔から奴が邪魔だったのだ。奴は相当の座を狙うあまり露骨な言動をとってきたからな。奴は副官だけにおいそれと始末することはできなかった。しかしそれがここに来てようやく解決したのだ。それに奴の死に様はどうだ。奴は自分の能力の低さゆえに死んだも当然だ。何も解決してない、笑。わかるか、奴がフランツを完全に洗脳していればお前もあの時死んでいたはずだ。わからん。フランツの心にお前を逃がすだけの自分の心が残っていたために奴は死んだのだ。お前には礼を言わねばならんな。ウィール村事件最後の生き残りのお前にはな。来い、このアルベルトが直々に相手をしてやろう。その剣はオーレリアソードか。あ、オーレリアソードって敵が持ってんだ。その通り、ヤコブの最強剣がお前の血を欲しいと叫んでおるわ。俺は勝つ。ここまで来たんだ、ここでやられてたまるか。んー、その剣はまさか。いや、そんなはずはない。やつは死んだはずだ。そうですね、ここラックスにしとけばよかったね。最終剣は出来上がっていたのさ。父の親友だったフィリップのブラックソードはこっちをオーレリアにした方がよかったのにね。主人公の剣をね、相手の剣ブラックソードでよかったんじゃないの。後ろから行ってそう。わらわら。なんでこっちにしちゃったんだ。わら。ブラックの。おいおいおい。ちょっと近づけないで。ちょっとチェンジバリーてってれってん。聞かないかやっぱ魔法は。チェンジラックスてってれってん。いいです。強引に入ってからのファンファン。出てなんか危ない。出て出て出て出チェンジカールてってれてん。あ、聞かないで。あ、ブラック、あれ主人公でしか聞かないんだ。いや主人公だね、もうここは主人公がやるしかない。俺がやるしかない。これはピンチですんで。え、出て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 。ファンファンが、あ、ファンファンがもう。あれを見て、で、いけいけいけ、入れて、あれか、終わったら三連打、あと2個しかない、おらー、出て出て、あべ。うわあと8000か、あぶね、あーラスト、もうダメだ、いけいけ、あーはははは、与えられない、与えられない、うわあマリちゃんだか、そうだね、マリちゃんダメよ、与えられないもの。うわー、
うわーまた強い。ああやり直しか、ここから。ダーハー、あ、こっちじゃないの、ルーズランの方面からね。頼ってきたツケ、ツケが来たか。聞かなかった、ホワイトソード装備してるけど、あの男に聞くのはブラックソードのみなんだろうね。ね、あ、装備しなかった、装備し、あ、まだ取る前に戻ったんだ。さっき装備してたと思ったけど、取る前に戻ってる。うわー、結構戻されたね。巻き戻しだ。そういえば城に入ってから、城に入ってからセーブしてないもんね。そうだわ、確か装備したと思ったら、からちょっと1レベル上げとこうか、57にしといた方が。またあのボス倒さないといけないの。あのおじいちゃんに行ったら戻れないから、おじいちゃんに行く前に一旦戻ろう。てててん、指あってもしょうがなかったね。総統選1回目の直後しか戻れないみたいですね。どうも、で海外しとこう。待って待って、何もなかった。なんだよ、こっち行けないのね。ないね。184個目はラックスさんは見えてないですよね。見えてないですね、全くね。それは良かったです、わら。何かあるのかな。あった、嵐対策だから、もう嵐のコメントは全く見えない。あ、そうか、ここはもうラックスご利用していいや。てってれってん、おらら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 らオッケー、ドラララララララ。いってらっしゃい。はい、翼が生えたのが帰ってきた。
ここで一応回復がしてくれる。この後ちょっと戦闘ができるから。ん？こっちの上行ったんだっけ？あ、今か。こっち上行ったっけ？何もなかった。あ、でもここで稼げるな。ここでちょっと1レベル上げて万全の状態にしとこう。もしも人間にも翼があったら飛行機は発明されなかったかもしれない。そうですね、飛べたらね、いらないからね。まあそこそこのでもスピードが出ないとね、歩ける程度の速さしか出せないんだったら、やっぱりね、発明されたんじゃないですか。車と同じくね、車とか自転車みたいに。ジェット機並みの速さで飛べたら、まあ、ね、発明はできなかったけど、普通に歩く程度の速さだったら、やっぱり。ラックスの武器って倒した敵の数で強くなるんじゃなかったですか？あ、とか言ってたね、そういえばね。ラックスで戦おうかやとか言ってたね、なんかね、そういう話を言ってたね。今811だね。切ったらどうのこうの言ってた。本当かな、本当かな。使用するだけ、まあ この敵なら別にラックスの方がラックスでもいいよね。お、ちょっと1個増えてな、812になってる。でも稼ぎにくいからな。812だ。もうまあ弓使いならなんとか懐に潜れるから。おお、あれ通ってない。いいだ、ワンチャンいける。2匹で上がるとか。あ、813になって、あ、増えてる増えてる、増えていく増えていく、すごいぞ。999になるんじゃないか。切れば切る、切れば切れば切るほどディスクシステムみたいになっちゃう。そう、あまり近づきすぎるとなんか飛んでくるのか。飛ぶモードになる。やめて、この飛ぶ。戦えないんですよ。 よし、OK。 OK。 じゃあ十分だぜ、この。あらららら。よし。ああ、ごめん、ジャンプモードが入った。OK。よし。いやいやいや、もうラックス氏が最後のボスには攻撃与えられないから、僕の剣を上げるしかないんだよ。カールに依存しないぜ。この剣があれば。
横島ひじり剣みたいな展開になってきましたね。わら。よいしょ。まあ最後はやっぱり主人公がオーレリアソードの方が良かったと思うんだよね絶対こっちなんかいける？いけないよ。どう見てもブラックソードより聖剣オーレリアの方が強そうじゃないタイトルの名を冠してるのに、それが敵のボスかよ。予想よりもイメージが笑う。よいしょ。ネクロマンサーは最初から最後まで主人公がようだからそういう意味じゃなく。ねえ、そうだよね。ネクロマンサーは。よし。いや、ヒルドラ展開になるのここだけですよよっよっよっ。長い棒の先にその剣つけたら、結局あのゲームの定番編成はまだに議論が続いてるんですか。そう、未だにもうね、まあ自分がベストなのがベストですよ。よし、展開とおきみちゃんは PC エンジンチャンネル独占、ファンファン使ってもいいんじゃないですか。金余るだろうに。ああそうだね、痩せ我慢するよりもどうぞ一旦戻るからね、買い出しに出るから。買い出しに戻りますから、レベル上がったら。よし、振り回してもらおう。よし、さて攻撃力少しは上がりましたかね。お、もう826になってる。最初11ぐらいからでしたね。上がってる上がってる。レベルアップでまた上がるだろうからね。わーい。もしくは剣を握った腕を切り落としてそれを装備。よし。向こうのアルベルト総統の剣の方が良かったんじゃないの。本当に僕の城ドラキュラ X でも成長する剣ありましたね。よいしょ。あ、プレステ版でしたっけね。月下の方ね。
オッケー。あれは血を浴びる必要がありますけど。オッケー。あー、ちょっとね、血が出ないとね。よし、よし、よし、やった、よいしょ。ひらり、あった、お、レベルアップってったれって、よし、セーブして。何にしてもラックスさんにぴったりですよね、魔剣とか妖刀の類は。いや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 、ありがとうございます。よし、戻っていきます。まだいるな、ついでに倒してくる。よし、まだいる。840になった。多分999で打ち止めなんだろうね、これね。聖剣なんか握ったら手が焼け焦げちゃうし。いや、焼け焦げない、焦げない。よし、絶壁で補給して、ブラックスですから生属性弱点ですね。ブラックス、あ、ちょっと待って、あ、ファンファンってこの武器しか売ってないよね。道具がないじゃないか、ここの町。道具兼任してないよね、武器と呼ぶだよね。なに、じゃあ定様で戻らないといけないのか。オラの村には店がねえ。ここにはあったはず。よし。よし、ファンファンを買い占め。よし、ファンファンをで、おつながい。ラックスさんの第二弱点は炎、闇は吸収するから注意。いやいや、よし、やでやです、ラストセーブ。よし、猫の精髄が弱点ですね。行くぞ、猫の精髄は弱点だね。よし、行くぞ。チェンジカー、ラスボスまでラックスは温存だ。
あ、あとサンバカトリオがいるね。サンバカトリオどうしようか。セサルご利用していいか。カールとセサルで乗り切ればいいや。なるべく最後のラックスにファンファンを大量購入戻せないと。最後まで秘密兵器にしておきたいですね、ラックスは。ねえ、まあ、最後は出さない、出さざるを得ないけど。おや。マガ。マガ。長いよ。ダメかな。ん？ダメっぽい。ダメっぽいな。タイト。よし、ラストダンジョンに突入だ。最近調子悪い？それともオーレリアだけ？いや、最近調子悪いかな。昨日もオーレリア止まったんだっけ。止まったのは大戦力でも止まりましたよ、確かね。大戦力で、あ、違う違う、大戦力は隣の本体だ。こっちの本体はオーレリアだけだ。こっちの本体かもしれないし、オーレリアかもしれないし、大戦力は別の本体だから関係ないや。オーレリアは止まりましたね。オーレリア止まりましたね、昨日もね。カールに変えとこう。でででん。でででん。稼ぎの最中で軽く時間を無駄にした程度ですが。うん。まめにセーブしとこうというところでしたね。よし。突入。2階はこれだけ。3階。これ4階。ここでロードがかかります。ん、5階。ん、6階。
ね、ここでロードがかなかった。で、下に行くとザコが、あー、痛い痛い痛い、これはしょうがない。うわー、一気に。ちょっと、なるべくちょっと、ファン残しときたいんだよな。あれ毒なんか、ちょっと待って。セサルフ君、ひょっとりこれ呪われてるのこの装備って。パリカール系の装備って。どんどん人増えて減っていくんだけど。パリカール呪われてないこれ。呪われてるじゃん。わらわら今気づいた。攻撃力大幅に上がる代わりに呪われてんじゃんよ。使えないな、パリカール。俺は呪われていた。それでさっき速攻死んだんだ。ダメージ毒加えて。まあいいや、あと3泊トリオだよ、こいつ。回復した方がいいかな。しょうがない、パンパン。もう1ダメージ食らってからにしようかなと思ったら、あれだよね、速攻でやられる場合もあるから、一回使っとく。いてててあーちょっと待って待って待って、変身したの忘れてた。すでにセサルは走られていたと笑い。よいしょ。セサルは使えない運命だった。あいたいたいた、やばいやばい。ラップ変えるか。ラックで、お嬢ちゃんダメなのかな。 お嬢ちゃんダメだ、効かないんだよね。ダメだな、もう、マリちゃんが全く使えない。突然鶏になる。コココココ。あれだ、あ、待って待って待って、あ、これカール、カールくんのよかったっけ。割りカールのことを書いておかないとね。よし、止まった。
よし、オッケー。その力は見てない。お前この力を見てないんだ。パチパチパチ。ありがとうございます。よし、あとはラックスがみんなの期待を背負ってやるのみ。癒されボスですね。癒されボスでしたね。延長しないとエンディングまで入らないかね。中に入らない。今だー。あーちょっと待って待って待って。あとはもうこれであまりダメージ受けなくないね。あれ、ほらー、あ、これ逆でいったらこれでいいな。これは当たらない。これいいじゃない。これはまた入った。これがいいやったね。グオーパチパチパチ、やったぜラックスさん。ありがとうございます。ついに倒したわよ。パチパチパチを。見事だラックス殿。これは一体どういうことだ。俺の幻魔法が破られるとは。お前は一体何者なんだ。爪が痛い。ただの村人さ。ぬー、ゲオルクの予言はこのことを指していたのか。逃れられぬ破滅の運命を。ウィール村事件の首謀者アルベルトよ、貴様のカルバと共に地獄へ落ちるがいい。じゃりゃー。通りすがりの仮面ライダー。切った首が。あれ首が、おい気持ち悪いぞ。小軸だ小軸だ小軸だよ。わらわらこの体はもう使い物にならん。確かにアルベルトは死ぬだろう。だが果たしてゲオルクのやつはここまで読んでいたかな。アルベルトの素顔をなっ。はっん、動かない。なっ、お前は。全身に力が染み渡る。傷は完全に回復したぞ。お前はレオナルド。さっき注意しに来てくれたやつじゃなかったっけ。ゲオルクの首で勘弁してくれとか言ってたのに。偽物だったのかよ。やっぱり悪いやつか。なんてことなの、こいつまでチェンジを使いこなすなんて。いや、これはチェンジよりもさらに高度な魔法、メタモルフォーゼ。少しは古代魔法の知識があるようだな。そう、俺は古の旧魔族。敵の攻撃を無力化する幻魔法アンレシーブと、体細胞を自在に変化させられる古代魔法メタモルフォーゼとを体得している。そしてこれぞバッファルソーとアルベルトの真の姿。メタモル、つまり変態ですね。同一人物だったってことか。レオナルドとアルベルトとかよ。今まで誰も気づかなかったなんて信じられない。なんでそんなややこしいことが。本物はもう死んでるってことじゃ、アルベルトさんは。お前たちは知らんだろうが、15年前に前国王が暗殺された時、内閣は戦争状態だったのだ。俺こそ総統にふさわしい人物だと誰もが認めていた。俺の就任は決定的だった。
だが最高司令部会では承認されなかった。なぜだかわかるか。あのゲイオルクのやつがただ一人俺を認めなかったのだ。俺には昔王家から盗んだ旧王族の紋章があった。だがレオナルドとしてはダメだ。だからアルベルトという別人になりすましゲイオルクのやつを出し抜いてやったのだ。あ、そもそも同一人物だったの。変化してくだらん小細工だったな。なんだと。俺にはバッファルの総統が誰であろうと過去にどんな確執があろうと関係ない。どこまでもこすいやつだ。わらわら。ウィール村とその事件に関わって死んでいった数多くの人々のために戦うまでだ。今さら俺を殺してももうどうにもならんぞ。これを見ろ。あ、おお、ダムがじゃない、クリスタル城が、あの城だ。あの城に封印された最終戦士軍団が往年の時を経た今再び目覚めるのだ。俺は一人では死なん。世界を道連れにしてやるぞ。くそ。お、うん、なんということだ。なんだ誰か来るわ。あ、お前はビルトか。崩れたぞ。レオナルド様、総統閣下はどちらに。今から総統はこの俺だ、ビルト。一体何が起こったというのだ。では閣下、クリスタル城破壊工作ただいま完了いたしました。バカだ。誰がそんな命令を与えた。貴様、間違いでは済まされんぞ。私個人の判断です、総統閣下。ぬがー、どいつもこいつも裏切り者だ。しないビルト。か、バーン、逃げおったな。終わりだ。俺の思い描いていた夢が音を立てて崩れ落ちていく。俺はゲオルクの予言を聞いた時からいかに他国を我が物とするかを考えていたのだ。素晴らしいと思わないか。各国最強の魔将軍たちで軍隊を編成して、あのヘルストライト山脈の向こうにある楽園ユーロディア大陸へ攻め込むのだ。しかし私の軍隊はすでに壊滅だ。最後の綱の最終戦士軍団までをも潰されてしまった。この上はお前の真の像を喰らい、せめてもの慰めとしてくれるわ。はあ、こいつがラスボスだったの。もう小物だったから忘れてるね、これね。いよいよクライマックスだな。ボカン、アンナさん、私たちを守って。来る。おらら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 。でラムス死んだら終わりだよこれ。ラムス以外聞くんだろうか。チェンジバリーてってれってん。私ぐらい最後アンナさん守って。あ、聞いてる。でもヒットポイント多いやん。アンナさん守って。いけるアンナさん守って。結構ホワイトソードでも効くじゃない。ヒットポイント吸い取るとか言ってなかったっけ。ダメか。チェンジカールってってれってん。言ってた言ってたけどちょっとくそ。あ、弾き返せるじゃんこれ。
主人公のカールか。あとファンファン2個しかない。うわ、ここに来て負けたくない。下がる。そここいつが。ヒットポイント多すぎだろ。いて、ちょっと。最後は主人公だ。てってれって。あたたたたたたた。うわあ。遅いやつだな。おらららららおらー、死ねよ。おら、最後決めた。尻をつついてるだけ。最後もうちょっとかっこいい一歩あれだよ。最後お尻をお尻に膝もいてついてるけど、俺の部屋を暗いみたいな。ギュワーッパチパチパチ。ゲオルクの予言はこのレオナルドの死をも解いていたのか。やはり未来は変えられぬものなのか。いや、んこれはちょっとウィンドウ出してほしい。これはラックスのセリフかな。未来は定まったものなんかじゃないさ。自分たちの手で作っていくものだ。最後のことあれだった。私死んでる。すげえな、俺じゃ絶対叶わなかっただろうぜ。いや聞いてたよ結構。ラックスさん、これでよかったのよ。私たち間違ってはいないわ。最後叶わなかった。セサル君がパリカールの呪いで全く使えなかったのが。レオナルドか。ゲオルクにしてもその野望ゆえに我が身を滅ぼしたな。あ、出てきた。レオナルドを倒したんだね。アルベルトは逃げちまったのかい。あの二人は同一人物だった。ゲオルクとの相当争いに勝つための奴の変身だったのだ。そのゲオルクをもう倒されたのですわね。姿が見えませんもの。あのジジイなら跡形もなく消滅しちまったぜ。噂ほどじゃなかったな。しかしクリスタル城が崩壊したときは驚いたぞ。ありゃ一体どういうことで。ビルトさんよ。魔将軍のビルトさんが私たちに協力してくれたの。何、ビルトだと。あの忠実な男がどういう風の吹き回しや。ん、こっちの方が、あの、見かけはラスボスっぽいんだけど。やはり戻ってきよったか。ビルト、待て、みんな動くな。レオナルド様、これでもう、わしらが戦う理由はない。畜生、まだ生きて。セサルさん、とどめを刺す必要はない。奴はじきに死ぬ。終わったんだよカール。そうよ、もう憎しみも何もないわ。わかったよ。さあボツボツ行こうか。ボツボツ行こうか。行きましょうか。はい、行きましょう。あれ、なんだ、ソフィーさんとテレーザさん、テレーゼさんじゃないか。そっちも終わったのかい。ヘルマンのやつなら片付けたわよ。あいつまた私たちを空間の歪みに飛ばそうとしたんだけど、これで次回作は生きててね。この第三の指輪で弾き返して逆に異次元に送ってやったの。へっ、哀れな最後だな。なんか次回作はなんかなんとか大陸に攻め込むとか、あのね、あのなんだっけ、今飛んでるやつが言ってたけど、次は別の大陸での続編とかの構想がちょっとだけあったのかもしれませんね。さあ行きましょうよ。もうここには二度と来ることもないでしょうしね。はい、行きましょう行きましょう。行こうかな。はい、行こうかね。わっしょい。ん？あ、まだ生きてるじゃん。まだ生きてるじゃん、この。うっそ、ういっそ。
エッサ、ホイサ、エッサ、生きてるんだけど、もう一波乱あるのか、まだあるのか、よし、せ、ん、止まったぞ、もうファンファンないぞ、ファンファンないんですもん。ビルト、あんたは残るのか。まだ後片付けが残っている。それにダムも直さなければ。そうか、じゃあここでお別れだな。ああ、襲いかかってくるなよ。もちろんだ、もう終わったことだ。憎しみも何もない。本当だな。よし、帰ろ。あ、帰った帰った、よかった。あ、無事帰れた。よかったよかった。バッファル城を出ると以前に比べ減衰はしているものの、まだ十分湖と呼びにふさわしいゴッドブレスコが広がっていた。ウィール村の生き残りだった青年はこの湖に映る青い空を見て何を思ったのだろう。アルベルトをレオナルドを倒した剣ブラックソードを湖へと投げた。何すんだよ、大切な剣を。誰か拾ったらどうすんだよ。あの剣はもう私たちに必要ない。復旧したいですね。いいですね、あそこまで飛んだ。あ、今丸腰。いや、丸腰。あら、おい、セサルの旦那がいねえぞ。あれ、本当どこ行っちゃったのかしら。パリカール家の鎧で倒れたんじゃないの、もう。パリカールシーズ。なんでこの人眉毛ないんですか。ああ、行っちまったんだな。ファッションでしょうね、眉毛がない。あ、え、何、なんか結構イケメンそうだったんだよね、あれ。金髪の仮面を脱いだぞ。金髪ロング、金髪ロングでしたね。ただいま、アンナさん。あなたが望んだ切ない夢、あなたが望んだ永久の時、すべて取り戻してきました。この本欄の相当ネットない群れ。そう、学生時代の先輩が眉毛全剃りしたら汗がよく目の中に入って暗かったって言ってました。きっと帰ってきます。ロックマン X のゼロは彼からインスパイアを受けたんだな。そうだったのか。さあ行きましょう。今度はあなたたちの番ね。残らねえのかよ、この街に。やっぱりあれだよね。運送が悪い以外は良いやつだったろうが、うん、私はまだ若いのよ。まだまだもっといっぱい新しい生き方ができるわ。そういう兄貴どうなったのこれ。さては俺に惚れたな。な、何よ突然。あっかんぴー、あっかんぴー、ちっくしょー。眉毛とかもやっぱ役目があるんですよね。そういう汗が入らないようにとかね、いろいろ毛とかもなんか何か役目があるから、それ切っちゃだね、全部取っちゃったらやっぱりダメなんですよね。眉毛にしろ何にしろね。カール君、中学時代の友達が塊を間違えて剃ってしまい、マジックで書いてました。マジックで。なんでさ。それじゃ兄貴はまだ。兄貴やっぱ帰ってこない。人は帰ってきます。だってそうでしょ、カール君が帰ってきてくれたのに、あの人だけが帰ってこないなんて。心配いらねえよ。でかすぎない。兄貴は死なないぜ。カール君でかいね。と違って無茶なことはしねえからな。それとも兄貴の彼女が小さいのか。姉さんの言う通り、兄貴は帰ってくるさ、絶対。キザなやつだからな。今頃きっとウィール村で花でも添えてるんだろうよ。なあ、ウィール村ってこんなに綺麗だったか。家とか全部壊れてなかったか。
きっとダンエル王の配慮よ。あなたが帰ってきた時のために全て元通りにしてくれたのね。その長身のリーチに随分助けられましたね。そうだね。あの人は？はあ、兄貴、兄貴人相悪いな。兄貴が掃除してくれてたのかよ。わらわら、あ、人相悪いけど両方バカ悪くも人相ヤッホー、人相悪い、わらわら。悪役みたいな顔してますね。なんか悪役みたいな顔してたけど、ちゃんと掃除してくれてたんだね。わらわら、兄弟めでたしめでたし。無事だったんならまず恋人のところに、恋人のところに戻ってやればよかったのに。スタッフシナリオ森田安、なんだろう、そうなんだよ。キャラクターでミミズカ、美術戸田俊樹、コキタテテヤ、ジョセフ山岸、本田トール、モンスターデザイン戸田俊樹、ミハエルのぞみ、ビジュアルアシスト俺様、藤井恵美、藤沢佳代、プログラム大西康成、サブプログラム、ビジュアルプログラム、本庄秀樹、データメイキング、ショー、マヒロ、そうですね、爽やかエンドでしたね。アートディレクター、坂田正彦、ディレクター、高宮成光、台頭スタッフ、協力、大郷安隆、音楽、川本佳代、音響効果、大砲一行、和之か。協力、山田康子、古川紀弘、堀江義弘。アートプロデューサー、谷沢康夫。プロデューサー、畑野美希夫。レコーディングスタッフ、録音、堀内千治。岩崎義和。演出、後藤秀樹。演出法、村野光一。出演、青野武、屋良優作、半恵子、江森弘子、大倉正明、田中和美、佐藤博之、緑川光、山崎若菜、サウンドウェイ、青いスタジオ株式会社、株式会社青にプロダクション、株式会社サウンドハウス、制作株式会社ウィンキーソフト、販売株式会社タイトー。Thank you forever! The end! やった。はい、オーレリアおしまい。面白かった。パチ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 、ありがとうです、ありがとうです。パチパチパチを、パチパチパチ、ありがとうございます。何にもないかね。 The end。 ウィンキーって昔のスパロボの、そうそう、パチパチパチ、昔のスパロボの前にこれをね。あ、スパロボも出てたかね、あの後第二形態とかが強かった。ねえ、あの後第二形態だじゃなくてよかった。結構長かったですね。長いんですよね。結構ね、割と91で前回が何枠かかってたんだっけ。前回と比べると2周目のラックスはどうだったのかね。前回48枠で、今回が91枠目でから、キャラデザがもちょっと良ければ名作だったな。9148、キャラデザがちょっとあれだった。あ、今回だいぶ短縮してますね。43枠だ、5枠短縮してる、5枠短縮してますね。パチパチパチ、ありがとうございます。さあ、それではまあ次回のアンケートいきましょうかね。特に裏技はバージョン旧 CD だからバージョン違いもないし。はい、それでは行きましょうか。またラスボス今度やるとき忘れそうだね。背景の多彩さが印象的でした。背景もね、多彩、音楽も良かったし、はい、ちょっとマップが迷いやすいのとぐらいですかね、はい、若干意地悪なところがねありましたけど、マップがね。最後、パリカールのセットは取らない方がいい？ 1個でも装備外したら1ポイント減るのなくなったのかな？どうなんだろう？ちょっと試してみてなかったけど。
次は、そしてカダッシュを長編にしたみたいでよかったですね。そうですね、カダッシュが長編になった感じですかね。そして泣ける話でしたね最後は爽やかに終わりましたけどね。まあね、あれでしたよね、あいつが余計な予言さえ言わなかったらね、よかったのに予言を信じてちょっとせっかく助けた男をもう一回ね全滅させたってことですよね。それから俺もこんなに飛ぶんだっけ。ダンジョン系が多いですね、非常にね。予言に振り回された哀れなやつだった。哀れなやつだった。結論、ね、運命は変えられない。はい、この9本でございます。2抜けでございます。1枠目、冬大陸バベルで巻き起こる戦乱の嵐。結果死滅までがワンセットだから予言通り。男と女が冬大陸バベルで見たものは一体点点点バベル。2枠目、あの名作 RPG が2本セットで登場でございます。6人の冒険者が善と悪の宝珠を手に入れる3と、ワードナの、おじいちゃんが地上を目指す4、このセットで、楽しめるウィザードリー3、4、3枠目、あのぷよぷよでおなじみのアルルちゃんが、魔導物語の卒園試験に挑戦だ。魔導物語1、炎の卒園時。4枠目、エフェラとジリオラがハラーマ大陸で大暴れ。エフェラ&ジリオラ、ジ・エンブレム・フロム・ダークです。じいちゃんは嫌いかな。うん。おじいちゃんは、ワードナのおじいちゃん嫌い。悪人だからね、基本ね。5枠目、少年と少女が、家の天井で見つけた宝地図を、宝地図から宝探しを しに行ったら、大きなね、陰謀に巻き込まれちゃって、さあ、大変。ルイン、神の遺産。6枠目、赤毛の少年が、今度はセルセタ大陸で大暴れ。今回、犠牲になるヒロインは誰なんだ。イース4。7枠目、あの桃太郎が、帰ってきた。再び蘇った閻魔大王、さらにその上の地獄大王を懲らしめるため、桃太郎が大暴れ。桃太郎伝説2。8枠目、落ちこぼれのセロンが、ダンジョンで、修行して立派な男になってやる。ダンジョンマスターセロンドクエスト。9枠目、ファミコンのオタクの星座がパワーアップして、PC エンジンに登場だ。キャラクターデザインはあの本宮ひろしさんと江口、久志さんがやってるオーロラクエストオタクの星座。はい、これでいきましょう。全部大暴れ。そうですね、モンスターを集めてね、PC エンジン版モンスターのレベルも上げられるんでね。はい、それでは行きましょう。テレッ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 デデデンテレッ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 デデデンテレッ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 デデデンティーン。工場選挙、来週から来週の土曜日、7月15日から大暴れするのはこちらです。テッテケッテーン。結果発表、何が大暴れ
かな。イース赤毛の少年ですかね。赤毛の少年が大暴れでーす。イース4、ね、ザ・ドン・オブ・イース。大暴れ。が大暴れ。ですね。はい。イース3もやってんだね。はい。というわけで、来週土日はイース4でございまーす。11、4が多い。やったー。すごく嬉しい。見たかったんですよ。ありがとうございます。ワンツーはまあ YouTube 上げてないんで、またね、イース4の後またワンツーがね、どこかでまた。ダンジョンマスター見たかった。ダンジョンマスターもね、はい、いずれ来るでしょう。すぐに、まあイース4はね、短いですからね。欲望に忠実に決めたら検討した。はい。一番古かったのはね、ちなみにバベル。バベルはね、まだ2011年なんでね。2011年からまだ2回目選ばれてないんで。桃太郎人気ありますね。はい、まあいいや。すいません。魔性電機ラバルー抜かしてましたね。ラバルー抜かしてましたけど、まあラバルーさんすいません。また来、次のアンケートに、回しますんで。とりあえずイース4をね、やります。イース4は、終わったら、ね、ラバルーちょっと忘れてた。抜けてた。2012年は全部クリアしてるかと思ったら、ラバルーが残ってた。ラバルーがありましたね。イース4は、ですから何年以来ですかね。イース4は割と、2015年以来ですね。8年ぶりのクリア枠でございまーす。いずれ巡ってくるのをお待ちください。はい、まあ、イース4はね、何枠、そんなにかからないんでね。十何枠くらいでしょうから。来るでしょう。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。久しぶりですね。そうですね。来週からは、来週というか、土曜日からは、イース4が始まります。オツでした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 。クリアおめでした。ありがとうございます。はい、オツでした。いいゲームだった。面白かった。オツでした。おすすめでございます。オツでした。オツですじゃ。オツですじゃ。オツでした。クリアおめでとうございました。夜のマスモンでまたお会いいたしましょう。オツです。また夜枠のマスモンでお会いいたしましょう。オツでした。カール君お疲れ様。みんなも、マリちゃんもお疲れ様。セサル君もお疲れ様。ね、呪われてしまったんですけども。お疲れちゃん。